どうも、嫁とおるのまるこです。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、2022年ももう少しでございます。いろいろ終わりますな。はい、いろんなことがあったなと思って、2022年。そうやね、本当にすごい密度が濃い1年だったなって気がすんのよ。かなり濃かった、いろんな意味でね、うん、改めて振り返ってみたいなと思って。はい、いいね、振り返りましょう。2022年、ええ、どうだった、嫁ちゃん的に2022年ってさ。いやー、やっぱね、一番大きいのは、うん、姫ちゃんの誕生かな。それはもちろんそうだよね、うん、特に考えてはないですってずっと俺らも言ってたし、言ってた、考えてなかった本当に、うんうん、でも2022年って、はい、それからスタートしてんだよね。スタートしてる、本当そうだよね、うん、だって本当そうだよ。元旦に検査薬使って陽性出た元旦だから、ええ、だったね、うん、そうだそうだ。親戚んとこ行ってな、ってか嫁ちゃんの実家行ってさ、もう本当1時間ぐらいでベロンベロンに酔っ払ってね、酔っ払ったね、激鎮だったねあっという間に、うん、激鎮だった。そんな1月1日だからねそうだったね、今年は。そうだそうだ、私生活の部分もめちゃくちゃ大きく変わったし、変わったね。で、嫁と俺っていう音楽 YouTuber としても大きく変わったなって思う、うんうんうん、すごく変わった。4月1日妊娠発覚、1月、忘れもしねえ、1月4日病院で検査でおめでとうございます。そうだったそうだった、そうよそうよ。どんな1年なんだろうなと思って、ね、嫁ちゃん的にはどうだった、いい1年だった。とってもいい1年だった。すごくなんかいろんなことが変わったし、いろんな考えとか感覚とか経験がこうなんていうか蓄えられた、なんて言ったらいい、うん、そんな年だった。なるほどね、うん、蓄えられたっていうのは確かにあるかもね、うん、まだ出し切れてないもんね。そうなの、出し切れてないの。アップデートされてる部分がすごい多いんだけど、うん、出す場所がまだそうなちゃんと定まってないっていうのはね、うん、音楽的なことがそうでしょ多分。そう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 、本当にそう。そうだね、うん、まあ、それは2023年にね、ね、パッと出していきたいな。多分結婚して初めてじゃないかな、その1週間とか嫁ちゃんに会えなかったのって。初めてだね。そうだよ、初めて。てか結婚する前からだからな多分、うん、1週間も会えないって。はぁ、本当だ。そうだよ、だ知り合ってもう何年も経つけどさ、ほぼ毎日会ってるもん、うん、だって、うん、1週間会えないなんて初めての経験だったから、今年一番何が辛かったですかって聞かれたら、やっぱり嫁ちゃんが入院しちゃったことだったかな俺は、うん、そうやもんな、うんうん、一番心細かったし一番寂しかったな、うん、心細かった、うんうん、一大事件だよ俺の中で。一大事件だね、うん、いろんなことはあったけどねそっか。でなんかその姫ちゃんが誕生してさ、うん、出産で入院してる間はそこまで寂しくなかったのよ、うんうんうん、まあ一回経験してるからってのもあるんだけど、ねね、俺も殿も、うん、もう、ま、帰ってくるの待つだけだったから、うん、帰ってくる時は、うん、2人で帰ってきてくれるっていうちょっとワクワクもあるし、うん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 、そんなにねしんどいみたいなことはなかったんだよ、ね、なんかポジティブな街だったよね。すごいポジティブにね、うんうん、なんか2人で男2人で好きなことやってた時間だったからそれは良かったんだけど、いい、ねうん、やっぱ入院しちゃった時って、うん、その一応退院の目処が1週間後だよっていう。そうね、うん、でも調子が戻んなければもう1週間だよってい う, そ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 う分かんなかったから、うん、不安だったしね、うん、本当にそういうふうにゴールが見えないっていうのはやっぱ辛かったね、やっぱね、それはね。入院決まった時とかさ、もう一気にさ、ちょっと1週間入院しようかってお医者さんに言われた時に眉毛こんなになっちゃう。いや、なるよそら、まあ、私もこんなになっちゃって入院しなきゃいけないほどなんだっていうのもやっぱ心配じゃん、うんうんうん、離れることも心配だけど。そうだね、やっぱお腹にまだ姫ちゃんがいた状態で、うん、その姫ちゃんがね、うん、大丈夫かどうかっていう心配が一番でかいよ、うんうん、そりゃそうだよ、ほんと、うん、入院する内容もさ、うん、まあ念のためというか、そう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 、そういう風だったからそこはまだそんな安心というかね、うん、そこまでの心配ではなかったんだけど、はい、うーん、辛かった ね, ったね。それは本当に7月だよ確かね、7月、7月、うん、大きく変わったな。そうやな。でも俺が嫁ちゃんに対してのありがたみみたいなものも再認識できたし、うん、俺と殿の絡み方みたいなものも、うん、その入院期間中にすごい大きく変わったのよ。変わってたね、たった1週間だけどね、うん、嫁ちゃんがいて俺と殿っていう2人の感じと、うんうん、嫁ちゃんが本当にいなくて、うん、俺と殿しか家にいないっていうのは、うん、すごいいい経験だったかもしれない、うん、私にもなんかこういい経験だったなって思う、そういうのが、うん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 、その殿くんとの殿くんや殿くんや何行儀だよなんだよ殿とのその過ごし方、うん、接し方でも俺はこういう風に接したよって言われて、うんうんうん、あ、そういう接し方があったんだっていう気づきにもすごくなった、うん、そうだね、なんか遊び方とかもね、うん、そう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 、うん、何でも得られることはあるんだなっていうのはね、うん、たくさんあった。
あとこうやってやっぱ YouTube をやってて、うん、多分今年だけで、うん、この嫁チャンネルのご親戚様が30万人ぐらい増えてんだよね。そうやね、うん、そうやね、やっぱ今年ぐわっと増えた気がするな。気がする、ね、うん、今35万人とかいいんだよ。気づけばメインチャンネルより多いんだからね。もう気づけば、うん、本当にね。そうだよ。いやー、ありがたいですね本当に。やっぱみんなに嫁ちゃんをねこうやって愛してもらえてて、うん、ありがとうございます。なんか出産もさ、すごい応援してもらって、うん、本当にもう勝手になりましたね、うん、励みになりましたそうそう、まあこういうところを含めてやっぱね、はい、応援してもらえてるよね。それは嬉しいなって思う、うん、本当に嬉しいです。やっぱり自分のことを褒められる以上に嫁ちゃんのことをさ褒めてもらうってのは本当に嬉しいよね。わかる、うん、私もマルコさん褒められるとめっちゃ嬉しい。ごめんね、少なくてそういうコメント少なくてごめんねいやどうしてもほら嫁ちゃんいっぱい映ってるからさ最近ね。夫の話し方が鼻につくこいつなんで上から目線なんみたいな動画だからだよ。ツッコミって知らないんですかまあでも私生活でもこんな感じだけどね。まあまあまあ常にボキ倒しとるしね。ボキ倒してるよね。ボキ倒してる、うん、言えよそこはちゃんと大事なところね。大事なところをね、うん、ついついね。まあまあそこはね人によっては不愉快なのかなと思ってこの感じ、うん、だってこれはこれだもの。これはこれだよ ね、 そのこれはこれだね。置物みたいな言い方すんじゃねえ。これはこれってこれはこれだしこれはこれなの、うん、ね、個性ってことでしょ。そうそう、個性です。みんなのね。そう、2022年の話してるんだよ。どこ行ったどこ行った。あと引っ越しな、うん、お引っ越し、おう、大つけられたね今ね。お引っ越し言い直された。なんかあるよね、そういうの。ファミレスとかでな、あるね。おハンバーグですかみたいな。ちょっとなんか読み方間違えた時とかさ、そうそうしれっと訂正されるやつな。そうそうそう、 あ、そうですね、うん、ごめんなさいみたいな、うん、あれどっちが正解なんだろうな。うん、だって間違ってるよって教えてもらうことは嬉しいけど、まあ、確かにね。なんか案に遠回しに教わるのもなんかさ、うん、あ、罰悪いなみたいになるしね。なんか難しい具合やろな、うん、ね、あれ、ね、どっちが正解なんだろう ね。こんな会話で新年は迎えれねえよマジでな。ほんと脱線が多いってちゃんと話してよ。2022年もお引っ越しですよ。 それこそお引っ越しはもう本当にね、うん、大きい事件だったね。そうだね、大事件だね、うん、これは大事件よ。住まいってさ、うん、そこまで今までこだわってこなかった。確かに確かに、まあ、なんか住めればいいやみたいな、うん、まあ、過去動画見てもらえば分かる通りなんですけどそうなんですよ。でもやっぱこんだけ楽器が増えてきたりとか、はい、で家族も増えたじゃん、うん、ってなってくるともうさすがにちょっとねっていうね、さすがに住めなくなったね、うん、まあそういう動画もあるんで、そうぜひとも出てきたいみたいなね、うん、もう無理みたいな、もう無理、ここにはもう暮らせないみたいな、うん、引っ越してみてやっぱ思ったのは余分なものは買わないっていう、うん、なんかよく家具ないねとかさ、うん、その何ミニマリストですかみたいな言われるけど、うん、ミニマリストまでこだわってないけど、うん、前の家でやっぱ余分なもの溜め込みすぎたなっていうのがあって、いやもう本当にね、うん、うん、処分するのが非常に面倒くさかったし、面倒くさいですね。本当に必要なものってそんなに多くないし、そう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 、で多くないから大切なものを大切にできるなと思った、うん、それは確かにそうや ね本当に思う、うんうん、じゃあギターそんないっぱい買ってんじゃねえよって話なんだけどさ、全部大切ですからねギターは。スパイス、スパイス、そう、スパイス、ギャバンのスパイス、そうギャバンのスパイス、そうじゃなくてめちゃめちゃなんだよ、うん、あ全部いるじゃん、だっている、全部必要、 そう、その用途に合ったスパイスがいるわけよ、うん、ね、だから全部いる。熱弁してるけどさ、ええ、嫁ちゃん2本ぐらいしか使わねえじゃん。まあそうですよ、うん、そうですけどね、マルコさんいっぱい使うでしょ。俺はでも本当に ねこれはいつか語りたい、うん、いいギターって1本だけあればいいじゃないんだよ。はい、うん、そうなんですよね。そう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 、うん、やっぱ適材適所っていうのがあるから、はいはい、っていうことでね、なんかギターがすごい増える1年でもあったね。ね、うん、本当に一番ものとして増えたよねギターが。そうだね、ものとしてはなんかギターだけはどん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 増えてる、ね、増えていく。ありがたいお話で、うん、ギターと夢だけどんどん増えていく。ハッピーじゃん。ハッピーだね、めっちゃハッピーだよ、うん、幸せ。今年はね1月からいろんな人に会いに行ったりとか、会いに行きましたね、うんうん、それこそ例えば1月にアッシュさんにお会いしに行ったりとか、うん、プロギタリストの方にお会いしたりとか、うん、メーカーの社長さんにお会いしに行ったりとか、うん、いろんなことしてて、やっぱり考え方がもう毎日こうアップデートじゃないけどさ、うん、されてって、うん、でそういう中で、あ、これ絶対引っ越ししな、もうダメだなとか、うんうん、じゃないと、そうね、そうそう、なんかより良い
人生に変えられないなみたいなことを考えて、常に考える、常に行動するみたいな1年だったね、うん、そうやったね。もう何溜め込めるだけ溜め込んどけと思って動いたね、うんうん、月1とか2で遠征行ったねそしてなんかいろんな人のお話を聞いてて、うんうん、人生観じゃないけどさ、いや人生観考え方だよな、学んできてね、学んできた、うん、そうやね。2022年何が一番学びだったかっていうと、私は人と会うこと、人にはパワーがあるということをすごく学んだ、うんうんうん、確かに確かに、うん、すごく学んだ1年だった。そうだね、うん、引きこもってたからね。そう、ぼっちちゃんだったから、ぼっちちゃんでした。誰かに会いに行くとか遠いところに行くって結構パワーもいるじゃん。いる、まあ、もちろんお金も時間も使うしね、使う、うん、なんだけどそれ以上の価値がそこにあるっていうのを実体験できた年だったんじゃない？そうなんですね。すごく強く思った1年でしたね、うん、たった1回お会いするだけで、うん、それぐらいこの考え方を変えてくれるぐらい、うん、すごい人にばっかり会いに行ったってのもあんだよ。そうやね、本当にそれはもう感謝だよね、うん、感謝だよね、うん、そういう人とのこうご縁があったっていうのも感謝しかないし、うん、で俺たち自身がやっぱねハッピーに生きてて、うん、でどん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 人間としてね、うん、美しくなっていかないとね、うんうんうん、その背中をさやっぱ殿姫に見せたいじゃん。見せたい、うん、見せたい、うん、そんな気持ちで頑張った2022年だったね、うん、いい1年だった。そうだね、うん、毎年毎年こうベストが更新されてる感覚あるよね。そうやね、うんうん、あ去年より今年良かったなとか、うん、きっと来年も来年が一番良かったなって言えるといいな、ね、うんうん、そういう1年にしたいね。そうだね、うん、時代とかさやっぱいろいろな制限があったりとか、うんはいはいはい、こう精神的にもいろいろなこうなんだろうな負担がかかってるこういう時代だし、うんうんうん、だからといって自分たちがさ、うん、腐っていっちゃったら面白くないじゃん。そうやね、うんうん、今できることとか、うん、今置かれた状況を精一杯楽しんでいけたらいいなっていう2023年の抱負、うんうん、はい、うん、美しく生きたいねそうやって。そうだね、うん、子供たちのためにね、うん、やっぱね真面目か真面目だね、うん、こんな動画撮ろうと思ったんじゃねえんだけどな。いやいやまあそんな感じでね2023年もますます頑張ってまいりますので、うん、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。ってなわけでいつまで行きましょうか。はい、最後まあ大丈夫、止まった止まった、大丈夫か、ごめん止まった、うんうん、処理落ち処理落ちしたかな、処理落ちした、うん、最後までご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくださった方、嫁と俺2023年も応援してるよって思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますのでフォローお待ちしております。まあ、まったりとしたね、うん、2022年の最後のご挨拶になるなと思います、はい、また新年一発目の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。というわけでよかったら来年もまた見てね。また見てね。合わんかった。良いお年を。良いお年を。また会おうね。また会おうね。約束だよ。圧強くね、なんか約束だからね。待ってるよ。待ってるよ。名残惜しいね、なんかね。名残惜しい。なんかこういう動画撮るとなんか寂しくなるね、うん、ちょっとね。なんかね、寂しい。寂しいな。去年もなんか寂しくなったよね、動画撮っててね。はーみたいな感じになった、うん、あ、終わっちゃうんだなみたいな、うん、まあまあ終わるということはスタートだから。そうよ、ね、終わりは始まり。そうそう、さあ頑張っていこう。頑張ろう。